データを整理します。お、宝箱だな。これで先に進めますね。日が落ちた。夜行列車の時間は？今はとにかく目の前のことに集中しなくちゃ。メルキオルもだらしないね。4人も通しちまうなんて。ボスもあんな奴のどこがいいって言うんだか。名高き剣の乙女相手なら仕方あるまい。少々早いが段取りからは外れていないしな。どうやら単に兵ゆえと戦争するだけが目的じゃなさそうだな。そちらの装置も含めて一体何を狙っているんですか。さてね、別に話してやってもいいんだけど、せっかくこんな廃墟組んだりまでわざわざ足を伸ばしてもらったんだ。かの企業と契約する裏技使いに東方人外切っての若き使い手兵ゆえとの決戦を前に少々肩慣らしに付き合ってもらおうか。抜かせ。かの企業？情報通だな。この獲物か。スタンキャリバー。数年前からかの企業がテスターを募集していた試作品。どんな状況にも対応可能な性能を持ちながら、扱いの難しさから広まらなかった武装。よもや使っているものがいるとはな。そっちこそ軍用格闘術にしちゃえげつねえ武装を使うじゃねえか。それも含めての旧大公国式かい。やれやれ、これだから男ってのは武器なんざ使えりゃ何でもいいだろうに。ま、数十もの単身を一気に放てるこいつは私も気に入っているがね。こいつで屈強な男どもの体をズタズタにするのが気持ちいいのさ。まあお嬢ちゃんたちみたいな柔らかい肉も気持ちよさそうだけどね。戦場に男も女もありません。防御シャードで備えろ。少しは防げるはずだ。さっきから聞いてりゃくだらねえことをぐちゃぐちゃと。聖たちの仇やコートの平穏、理由は腐るほどあるが。何より俺はてめえ自身にけじめをつけるためにここにやってきた。助っ人に頼るのは尺だが、ここでまとめて決着をつけてやるよ。そうこなくっちゃ。メインディッシュの一つはあんただしね。抑えきれぬ怒りと残機の全てをぶつけてみせるがいい。シャード展開。可愛がってあげるよ。見せてもらうぞアーロンウェイ。
せい。ダンダライスレイダー。そうです、リミット解放。かかってくるがいい。ドライブを開始します。崩せるか。ダイヤモンドガード、逃がさないよ。カラミティライン、フィーバータイムだ。しまいにしようぜ。セイダンダライスレイダー。生意気な。フィーバータイムだ。リミット解放。ガンガン行くぞ。ほらよ、くらいな。くらいやがれ。出番だぜチミ。はい、アニエスさん。シールド展開。それ頼む、アニエス。チャンスだ。おまけです。ひるんだ。そこだフェリー。派手に切れぜ。舞い上がれ。ホームラン。なるほどな。ブーストゲージ上限突破だ。やっぱか。やりました。パワーアップです。まだまだここからだ。もっと、うん、許さねえ。絶対に。アローさん、なんという危機。落ち着けやキリンジ。このままだとこいつらの狙いにはまっちまうかもしれねえぞ。何？さっきその女はお前のことをメインディッシュの一つと言った。本命の一つはあくまでヘイウェイとの決戦なんだろうが。あ、やれやれ、私としたことがつい口を滑らせちまったか。まあいいさ、ここまで来たら全部教えてあげようじゃないか。まずは昔話。いや、おとぎ話とシャレ込もうかね。おとぎ話。コート・ラングポート、とりわけ東方人街で伝えられてきた忌まわしき伝承さ。数十年から百年に一度、時代の節目にコートに現れるという。ヘイユエを含めた東方人たちを導き支配し霊属させる絶対的な存在。君主にして戦士、解放者にして支配者。絶大な力とカリスマ性を備えた人の枠をはるかに超える魔人。いつしか威風を込めてこう呼ばれるようになったという。タイ君とな。タイ君、あのおばあさんから聞いた。この地と同じく長老たちに封じられたコートの闇ってところか。いずれにせよ大昔の話なんだろうが。そう、昔の話。先代のタイ君がコートに現れたのはもはや半世紀も昔のこと。代々の中でも特に傑物だったそうでね。ヘイユエやインすら従え、動力革命直後の変革期の中でも見事にラングポートを治め、東方人たちの勢力をさらに拡大させたそうだ。そういうところは
うちのボスと似てるかもしれないね。だがその統治は次第に歪んでいった。ひたすら正しい判断を下すタイ君。だがそこに少しの情を挟む余地もなかった。正しさに従い創造し、正しさに従い破壊する。魂すら支配するかのような人あらざる魔人。共和国政府の介入すらものともせず、のしかかる恐怖がコートを蝕んでいった。結局当時のヘイユエ長老たちはその恐怖に耐えられなかったらしい。主として仰いでいたタイ君を裏切り、恥も外聞も捨てて、いいや外部の力を借り、死闘の果てとある地にタイ君を封じ込めて、孤独の中で息絶えさせたそうだ。その場所がここヘイロンジャーイセンってわけさ。そんなことが40年前に。鉱山閉鎖っつうのは表向きの理由ってわけか。バカな、そんな話が。アーロンさん、しっかりしろ。やはり聞いていた通りだったようだな、アーロン・ウェイ。お前が東大のタイ君だ。まさかふざけんな。俺はアーロン・ウェイ、ユエファ・ウェイの息子で、コート生まれのコート育ち。お袋が亡くなって天涯孤独になったが、それでもみんなと面白おかしく暮らしてきた。そんなわけのわからねえ大昔の疫病神と一緒にするんじゃねえ。本当にこの黒竜城塞に来て思い当たることも多いんじゃないかい。この廃墟、壁や床を、玉座を見て本当に何も知らないというつもりかい。なんだこれは。俺の茶。すごい油汗。アーロンさん大丈夫ですか。てめえら、やっぱりこいつを。その通り、もう一つの主目的だ。それじゃあそろそろ仕上げと行かせてもらおうかね。三つ目のゲネシス。おっと、ジョーちゃんたちじゃないよ。坊や、受け取りな。それはこの地に封印されていたもの、所有者だった先代タイ君と共にな。今それを前の主に返した。まさか。いけない。それを捨てろ小僧。クラキ息吹が場の記憶を食らって。アーロンさん。いや、もはやすでに人を超えし者、コートに君臨する魔人タイ君だ。主目的の1クリアだな。あとは彼がラングポート東方人街を破壊するのに任せるのみ。それが次のシナリオか。そうさ、
40年前に会ったタイ君とヘイユエたちとの死闘の再現。ゲネシスとやらがそいつの元にあれば、殺した相手を指揮に変え支配下に置ける。いかに今のヘイユエの規模でも相当手こずるのは間違いないだろうさ。そこまで至ればギルドに警察、海軍すら出張ってくるだろうが、いずれにせよその混乱に乗じて俺たちは兵ゆえの長老どもを仕留める。そこまで狙って。クソが、よくできてるじゃねえか。危ない危ない。どうやら俺たちへの怒りもまだ持ち合わせているようだな。前世と今生の想念と魂が混然一体となっているようだ。ちょうどいいじゃないか。いい火種になってくれそうだ。滅ぼされた先代の恨みと融合して、文字通りコートを紅蓮に包むくらいのね。これが最後だ。このままコートから離れるがいい。尻尾巻いて逃げさえすれば、あんたたちだけでも助かるかもしれないよ。だそうだが。引けません。ゲネシスもですが、何よりアーロンさんをあのままには。たく、予想通りのお返事だ。フェリー、なんとか時間を稼ぐぞ。アニエスはエレインとヘイユエに通信を。アニエスさん、させるかよ。したくてしてるわけじゃねえっつの。また出た、ネオちゃん。それこそ悪魔みたいなやつがいるけど、どうするの。言うまでもねえ、行くぞ迷惑を。了解、私にって今なんて言った。ネオちゃん、私にも手伝わせてください。ってまさかの加勢。ああもう、もろもろやってやらあよ。シャード解放、テイクザクレイジル。クレイユの時の、これがゲネシスを通したバンさんとの共鳴。イグニスランペース。
Sorry! アニエスさん!
炎よ、ブーストのチャンスよ、お願いします。ほらよ、そこだ、くらえ。やりました。なんとか抑え込んだな。お疲れ様です、バンさん。これでアーロンさんもラングポートも大丈夫ですね。ああ、あとは。城塞にこびりついた怨念が、こいつを見逃すつもりはないってか。そんなもう打つ手が。たまにふと暗い穴がぷっかりとすぐ足元に開いてる気分になることがある。そんな時、ダチどもやアシェンたちの顔、街の賑やかな明かりも霞んで見えて、ヘドが出るような気分になっちまう。俺は俺自身に証明する。ダチと共にこの街を守ることによって、俺がこの街にいてもいいんだって、みんなと一緒でもいいんだって。あいつらが、お袋が愛したこの街のモヤを晴らすためにも、頼む、奴らをこの手で追い払うのを手伝ってくれねえか。聞こえてるか、アーロンウェイ。バンさん、ダメです、もう声なんて届いて。聞こえてるなら返事をしろ。目を覚ましやがれ。俺は体育、俺は体育。反応した。バンさんの言葉が届いて。体育なんかじゃねえ、お前はアーロン・ウェイだ。コートの麒麟児、ラシューの昇華王、東方人街の申し子アーロン。散々生きり散らしてたくせに忘れてんじゃねえぞ、クソガキが。戦わねば、導かねば、支配せねば、それが我が使命、我が宿命。甘ったれるんじゃねえ。宿命、生まれ変わり、んなくだらねえもんのためにてめえの人生を差し出すつもりかよ。言っただろうが、あの町に住んでる連中が好きって。おふくろさんが愛したあの町をその手で守って、みんなと共にいたいって。なのに全部放り出して化け物なんかに壊させていいのかよ。アーロンさん、思い出してください。あなたを大事に思っている人はたくさんいます。アシェンさん、アルさんに、ジャックさん、東方人街の皆さんに、ヘイエーの方々だって、みんなあなたの帰りを待っています。きっと今はいないお友達も、アーロンさんにはアーロンさんのままでいてほしいはずです。ですから負けないでください。それでもてめえがタイ君を運命っつう安易な道を選ぶのなら、それはただの逃げだ、甘えだ。てめえの足で立てなかった証拠だろ。ずいぶんぬるいじゃねえか、
アロンエイ。自身の中か。ガキの頃から感じてた暗い穴。許さぬ我の使命、阻まんと兵ゆえ。今時のあんたもいろいろあったんだろうな。コートを愛し尽くして、それでも裏切られて。だが俺は今のコートをあんたに滅ぼさせるわけにはいかねえ。蹴りをつけようじゃねえか、怠慢でな。アーロン・ウェイ、我を継ぎし東大定めを受け入れ、コートに裁きを。かかってこいや。共に裁きを。返り討ちだ。ほらよ、食らいやがれ。フィーバータイムだ。ほらよ、食らいやがれ。返り討ちだ。ほらよ、食らいやがれ。ほらよ、食らいやがれ。ありえん。武器も収まりました。ああ、やばい気配も完全に消えている。乗り越えやがったみてえだな。アロンさん、よかった。彼の中で二つの息吹を感じました。多分それに打ち勝って。さっぱり消えちまった。元のクソガキに完全に戻ってるぞ。ちゃんと守れたじゃねえか。そうかよ。
ようやく終わったんですね。今回の一連の事件が。はい、陽動も失敗ですし、今頃アルマータたちも撤退していると思います。大義であったな、裏解決屋にアーロンよ。義援じいさん、どうしてこの城塞に。あ、ひょっとして火星に来てくださっていたとか。先ほど到着したばかりでな、主らが解決できなかった時に備え、密かに戦力を整えていたわけだ。だが無用の備えだったようだ。今回の件、その働きにふさわしい報酬を取らせることを約束しよう。下に船も呼んだ。後のことはわしに任せ、コートに戻って休むといい。アーロンはわしと共に来るがいい。傷も深いようだし、後始末の話もある。久々に会ったと思ったら、相変わらず抜け目ねえじいさんだぜ。だがまあ、確かにここからは兵ゆえの出番か。よかったですね、アーロンさん。はい、最近あんまり話してなかったみたいですし。待てよ、じいさん。どうした、スプリガン。報酬については息子に伝えるといい。悪いようにはせん。それはありがたいが、そっちじゃねえ。確かめたいことがあるんでね。あんた、アルマータと手を組んでやがったな。はあ？え、それって…兵ゆえとアルマータが本気で対立しているのは本当だろう。今回、お互いこの地でガチで戦争をするつもりだったのもな。だが、ある一点についてのみは、協定に近いことが連中と結ばれていた。義援ルー、あんたとおそらく他の長老のみが知る密約として。密約？おいおい、何をバカな。あの言葉、外貨を通じ内観を見定めるですか。ああ、外貨は当然だが、アルマータ、内観は、つまりは大君ってわけだ。はっ。状況証拠だけならいくらでもある。一つは、露天商が半グレに奪われてアルマータの手に渡ったとある装置。あの露天商自体は誰かに託され、それを半グレに奪われた流れだが、あんたがアルマータの手に渡るように段取ってたとすれば、全て説明がつく。そもそも兵ゆえが封鎖していたこの地に、先代大君と共に眠っていた品だしな。それを回収して、そんな形で、なんでそんな回りくどいことを。それが政治だからでしょう。敵対者に直接渡す体裁にしないための。もう一つは、アルマータの連中があまりに40年前の話に詳しかったことだ。意図的に隠蔽され、町でも老人しか知らず、ほぼ口を閉ざしているような真実。北部のメッセルダムが拠点の連中に、誰がそれを教えたんだろうな。あ、じいさん。三つ目は、あんたのそいつへの態度だ。昔は仲が良かったそうじゃねえか。家族ぐるみで、そいつの母親も込みで。ムカつくが、そいつは人に好かれるたちだ。特にあんたみたいな老人なんかにはな。どうして、何の前触れもなく、えらく冷たく当たるようになった。嘘だろ、義援じいさん。嘘だと言ってくれよ。
全部その男の指摘通りだ。ザオが見込んだものとはいえ、よもやそこまで見抜かれるとはな。なんでだ、どうしてそんなことを。あんたは昔は優しかった。近所のじっちゃんとして俺にもお袋にもよくしてくれた。いつからだ、いつから俺のこと。ここ数年だ。かつての先代も主のごときあらゆるものを大いに引きつける若者だった。成長し頭角を現していく主はわしの中で日に日に彼と重なっていった。だから確かめねばならなかった。どんな手を使ってでも。まさか生たちが殺されたのもあんたの予想内だったっていうのか。答えてくれよじいさん。当然備えはしていたが、あれについては奴らに上を行かれた。幾幕かの犠牲は織り込み済みではあったが、生たちにはかわいそうなことをした。あいつら、あいつらはそんなことのために。これが今の兵衛のやり方だ。不満なら主がそれを変えればいい。え？この先は疑いようもなく混迷の時代。かつてない試練が待ち受けているだろう。だが主が先頭に立つならば、兵衛がそれを乗り越えることも叶おう。ただしそれは非常にして大いなる大君として。こいつを見越しに担ごうってか。しかもこいつ自身じゃなく大君とやらに仕立て上げて。しかり、全ては兵ゆえのためだ。怨霊さ、最初から控えて。連れて行け。そこまでです。東大か。ということは。父上、これ以上はおやめください。ザオ、わしの言いつけに反して一日早く戻ってきたか。いえいえ、偶然ですよ。予想外に早く交渉がまとまったので参上した次第です。エレインさんも。なんとか無事みたいね。こっちはあの幹部には逃げられたけど、マクシムさんたちはなんとか逃がしたわ。そうか。状況は概ね理解しているつもりです。兵ゆえ内部の話とはいえ、そちらの彼はまだ民間人でしょ。強引に連れて行こうというのならギルドも黙っていられませんが。ふん、なるほどな。剣の乙女に灯台、少しばかり均衡が崩れたか。いえ、五分と五分かと。良い気当たりだ。いずれモンドにも届こう。恐縮です。一年半ぶり、さらに腕を上げたみたいね。タイ君の件は聞いていましたが、敵と交渉して今回の段取りをするとは、いかに長老会とはいえあまりに独断が過ぎましょう。だから話さなかったのだ。主は確かに時代の長老だが、足りぬところもまだまだ多い。ええ、あなたに比べれば未だ未熟ですが、力を借りる術はそれなりに身につけているつもりです。
そのようだな。そしてこれも主の縁というわけか。じいさん、俺は。ならばこたびの件については年寄りは引っ込むとしよう。生たちの犠牲は我が不始末、長老会にて注ぐつもりだ。はかの者たちの構成はこれから、くれぐれも気を抜かぬことだ。残念だったね。せっかくあそこまで仕込んだのに、本命の目的は果たせたけど、ボスもがっかりするんじゃない？元より好みは紙幣、トガを受けるならば従うだけだ。人のことを言えんのかい、メルキオル。あんたもクレイユでやり損ねたんだろう。まあね、代わりにいい候補地を見つけたけど。どの道未だ前哨戦、ほどなくして次の戦端も開かれよう。そうだね。気に食わないが、あの二人とも連携しておくか。せいぜい仲良くしてあげてよ。どちらもちょっと行っちゃってるけどさ。あんた以上に行ってるやつがいるわけないだろう。どちらも一軍に比する戦力、使いどころを見極める必要はありそうだ。装置の件もあるけど、それにしても続けてか。スプリガン、どうやら縁があるみたいだね。少女は完全撤退、コートにも平穏が戻ったってわけだ。少なくとも表面上はな。でもヘイエとアルマータの抗争はむしろこれからが本番みたい。長らく共和国は離れていたインも今後関わってくる可能性もあるし。っていうかインが女性だなんて聞いてなかったんだけど。まさかサオとそういう関係なんじゃ。ああ、それはないんじゃねえか。クロスベルに本命がいるみたいだし。バンさん、やっぱりお知り合いなんですか？そういえばエレインさんもご存知のような雰囲気でしたが。伝説の教主と永久遊撃士、バンさんはともかく水と油の印象ですけど。俺の方はまあ2年前の仕事でちょっとな。エレインは知らんが、多分表と裏で何か協力したんだろう。そんな風に勝手にまとまってくれりゃ俺の仕事も楽になるんだが。相変わらず事情通だね。そう言いつつ毎度首を突っ込むから竿あたりにつけ込まれるんだろうが。うるせえよ。にしてもどうも逃げ切らねえぜ。最後まで奴の手のひらの上だったような。まあ今回の件は兵ゆえの世代交代をある程度印象付けるものだっただろう。ファンターレンは亡くなった若者たちへの弔いと家族への見舞いをした上で、遺体が残っていた半グレたちについてもきちんと弔って亡骸を故郷に返した。完全に民衆の支持を得たってわけだ。で、それを支えるのがザオット。もともとクロスベルと帝国方面の利権を握っている上、今回の結末も全て導いた。早くも次期長老入りが囁かれてるみたい。くそ、やっぱり利用されただけじゃねえか。はあ、その怖さに痺れるんだけどね。あ、そういえばアニエス、結局学校には間に合ったの？やっぱり遅刻しちゃいまして。当たり前だろ、
だから夜行で戻れっつったんだ。バンさん、それは水臭いです。あの夜の後始末は大変だったもんね。ギルドに警察に海軍まで出張ってきて、結局夜行に間に合わず、早朝の未明にバンさんたちと一緒に車で戻りました。一応午後から出席しましたけど。真面目ね。なら午後も休んじゃえばいいのに。アニエスさんらしいです。そっか、最後まで見届けたかったんだね。はい、大した力にはなれませんでしたが、それでもこの目で見届けて、自分にできることを最後まで。いい女子たちに恵まれたじゃねえか。まあエレイン嬢ちゃんは気が気じゃないかもしれんがね。だからうるせえよ。そういや、また釘を刺されたな。私の見ていないところで今回もいろいろあったみたいね。無事だったのは何よりだけど、綱渡りはいつまでも続かないわよ。そしてアニエスさん、やっぱり民間人のあなたが危険に近づくのは見過ごせないわ。相談事についてもそのうちギルドに切り替えることを検討してみて。てな話だったが、どうよ。エレインさんは尊敬できる、とても信頼できる方だと思います。でも今回もひどい事件でしたけど、だからこそ得られた経験や絆がありました。ですから引き続きお願いします。そうか。応援してるよ。頑張ってね。はい。しかし問題はアーロンよね。マザコン気味だから年下にちょっかいはかけないと思うけど、風紀は乱しそうだし。あはは、アーロンさんに悪いですよ。風紀ですか？ん？って待て、どうしてあのガキの名前が出てくる？そういやあいつ例の難航の反動で速攻ぶっ倒れてやがったが、確か半月は動けないんだったか？ああ、それがね。おっさんと違ってまだ若いんでな。お疲れ様です、アーロンさん。迷いませんでした？地下鉄っつうのは初めてだが、迷いはしなかったぜ。さすが首都、上がるデカさとは思ったけどな。なんだ、もう着いたんだ。それにしても決めるのも早かったね。生たちの弔いはじいさんと済ませた。町の連中にも挨拶して義理は通したしな。ああ、部屋の契約もさっき下で済ませてきたぜ。はあ、どういうことだ。あんたがしゃしゃり出てきたおかげで俺は居場所をなくした。いや、改めて見つめ直すきっかけになった。じいさんやおっさん、サオとも話して、しばらくの間コートを離れることにしてな。代償としてしばらく厄介にならせてもらうぜ。もともと首都には興味があったし、アルマータにゲネシスってのも気になる。大体のコツは掴んでるし、裏解決屋も気が向いたら手伝ってやるよ。戦力的には頼もしいです。よろしくお願いしますね。だから勝手によろしくすんじゃねえ。あのジジイにツァオの野郎、クソ出やがらねえ。往生際が悪いなおっさん。ま、しっかりやれよ。あんたなら大丈夫でしょ。あ、でもこっちでみたいにあんまり傍若無人に振る舞わないのよ。ああ、分かってるって。そんじゃ留守中、そっちは任せたぜ。
こんなもんだろ。ランクアップか。ああ、まあ、いいんじゃねえか。嬉しいです。アーロン・ウェイダー、世話になる代わりにナンパの指南をしてやってもいいぜ、おっさん。